はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。はい、この3人ということはもう分かりますね。今日はどこに来てますか？ボイドゲーミングさん、はい、制作工場ですか？そうですね、コントローラーの制作工場に、はい、なんか1人いなくないですか？いや、3人です。あ、3人か、はい、はい、じゃあ3人でまた頑張っていきましょう。はい、今日は、シコロクコラボパッドが出るということでパッド作ってみた。あ、もう、はい、僕らパッド大好き。いいですね、パッド大好き。全員パッドプレイヤーですよね。ずっと使ってるよね。うん、スリーパッドの星でしたから。フェンネルかシコロクかみたいな。はい、フェンネルかシコロクか。そう、そうですね。ありましたね、はい、じゃあ今日はパッドの期待の星として新パッド作っていきましょう。はい、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 制作工場です。一人ずつちょっと実際に触って分解したりとか組み立てたりとかっていうのを順番にちょっと回してはい、じゃあちょっと、リンさんから分解ということで、リンさんが元々の既製品のコントローラーを分解するところですかね。胸が鳴るな。こういうの好きですか？いや、もう分解するの大好きよね。あ、分解。分解のプロだもん、うん、一応まあ途中まで今、ね、分解してる状態なんですけど、はい、本気だな、髪結ぶ。ちょっと気合い入れない。今この、この表面のベースカバーとこの黒いフレーム、これ今ネジ止めされてて取れない状態なんで、それのネジを外します。じゃあ、はい、やらせていただきますよ、はい、壊さないでね。はい、お願いします。なんか前こういう企画で壊した人いたから。誰ですか？ちょっと今日いないけどね。1個ぐらいはいいんじゃない？ちょっと、ええ、はい、で勢いすごかったね。こういけ。おい、おい、すごい。めっちゃ便利よ。乗る。それなんか欲しいんだけど、普通に、ね、ドライバーの方。すごい。マジで欲しい。こっちにもいるから。あ、ちょっとこれ気持ちいいかも。はい、おい。OK です。あ、これ気持ちいいな。気持ちいい。そしたら、はい、ちょっと一回持ってもらって、はい、これあのコントローラーがブルーって触れるバイブレーションモーターなんですけど、はい、その辺をちょっとこうつまんでキュッて上持ち上げてもらうと、あ、もう全部外れる。これで取れます。これがフレームで、ここにあの実際に僕らで言うとスイッチファミコンでカチカチさせるやつですねをやったりとか、まあ、あと振動結構これもう持った時に重量重かったと思うんですけど、これを外したりとかする作業を、まあ、こことはまた別の工程でやったりするんですけど、まあ、そういう感じでこれで外れます、はいはい、次にナイス分解。何でしょうか？それ何でしょうか？これは白い。あ、これこれはじゃーん。じゃ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 ーん。補足しておくとサンプルなんですけど、そうですね、ちょっと色がねもうちょっと変わるということで、サンプル品なんですけど、まあシコロクのコラボコントローラーすごいですね。の側ですね、これが表面だけですね。そうですね、よいしょ、こんな感じになって、でこっちにあ、すごいタッチパッド。こっちがタッチパッドです。かわいい。かっこよっ。でこれはちょっとまたかっこよい。かっこよい。かっこいい。かっこいいか、ちょっとあんまり適当に喋らない。実際にこれのこれボタンと十字キーがあって、はい、ここにもうはめていくだけなんで、へー、簡単です、ね。ほぼリさんやってない。まあ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 、まあ、まだあるんですよね。まだ工程がいっぱいありますから。いい、はめ終わりました？いい、ね、はめました。はめました。はめ上手が、はい、さすがリンさん、はめるのは任せください。はめ上手。はい、はめ上手。この、はい、シリコン、これをよく見るとこのちっちゃい穴開いてると思うんですけど、あ、はい、ここに刺さるですね。そうです、刺さるんで、これを見てうまくじゃあはめてもらいますか。得意そう、ひしこさん、いけるか。一番得意だ。できるか、変わろうか。だるいやついる。本当それひしこさんできるか。これ合ってます。合ってそう、合ってそう。でも、うん、刺さってはいる。白い穴が。ああ。ちょっと違うかな。あ、すいません。こちら十字キーのものでした。ああ、おかしい。あ、まあまあまあ、まあ。なるほどね。うん、いや、ちょっとね、おかしいと思ってたんだよね。試されてたんだよ。うん。そっちはそのままいけるはず。あ、オッケー、それ見てわかんないか。本当はぴったり。お、いいんじゃない？
うん、行くとこ、はい、一回ちょっと見ましょうか、はい、多分大丈夫チェックます。あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ今度こっち逆も、はい、見ちゃってください。石川さんの服裏返ってる。うん、なんかめっちゃ肩の縫い目出てるよ。あ、どこ全部裏返ってる。そういうこと。表にそれないよ普通。でも作り方より知ってますよ。あとで着直すわ。生着替えね。メンバーシップにあげときます。はい。こんな感じで合いますね。ちょっとここのつけるのが難しいかも。はい。はい。じゃあ石川さん。そうですね。はい。自分らで作れるようにやっとかないと。できるね。将来就職先ないからね君。頑張れ頑張れ。キュッとちょっと近く行け。本当に焦るな焦るな。大丈夫、あ、焦るな。ゆっくりでいいよ。大丈夫、左は右は左右確認、はい、おお、消そう。お、壊れたんじゃない。なんかちょっとん壊れたんじゃない。やった、戻して。壊れたんじゃない。落としちゃった。あ、行けました。おい、いけてるかも。あ、いけてそうっすね。いや、うまいっすね、ヘシコさん。どこにするか。あ、オッケーっすね。さすが。お、手先来ました。収集できますか、これ。多分あ、多分まあ、はい、採用でOK です。じゃあこれで完成ですね、はい、なんかすごいの来た。いいじゃん、本体じゃん。こいつをはめます。さっき取ったこいつっすね。はいはいはい。これ今振動の、そうですね、モーターも取ってる状態で軽量化された。そうです、軽量化してる状態がこんな感じで。モーターあるなしでめっちゃ重さ変わるんですよ、確かに。そうですね。あ、持ってみますか一回。めちゃめちゃでかい。うわ、全然違う。すごい、こんな感じや。ここが本当にこいつがほとんど食ってるんで、全然違うって戻すんだ。モーターいらないもんな。逆です、逆です、逆です、逆逆逆やってください。こっちやね。あ、でもマジで違う。全然違う。すごい。これがその振動を取った状態と、あとここですね。挟まってますよ、なんか。そうですね、元の状態から実際にスイッチを挟んでる状態で、これでこういうカチカチができるんですね。そうですね、スイッチを、このカチカチ大事ですよね、めっちゃ押している状態。これが大事なんですよ。なるという感じで、じゃあちょっとこれも、はい、これもヘシコさんいっちゃいますか。お、いっちゃいましょう、ヘシコさん。次はボボーンって。いや、いらない。うわ、すごい。大丈夫か、回しすぎ、回しすぎじゃないか、お前。なんか、大丈夫、大丈夫。めっちゃ軽くだけ。多分今、はい、大丈夫。あ、奥ブルーノでいったぞ、大丈夫か。一番奥までいっちゃった。差し込んだぞ。折れてない。多分あれ、十字のそのドライバー、大丈夫、ネジが舐めちゃう。上を滑ってましたね、多分。はい、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 しっかり置きますよっていう感じです。これで完成です。これで取れなくなってるんで。あ、すごい、ガッチリ。へしこさん、ハマりましたね。ハマりましたね。やったぞ。出すぞ。じゃあポーズ出そう。最後に、ゆきおさんの工程。はい、ゆきおさん難しいらしいですよ。これはもう、ちょっとあちらに。お、移動があると。ちなみにゆきおさん、ハンダって使ったことあります？中学校の。え、あんの？図工？図工。へえ、技術か。技術あったね。よいしょ。これがなんかめっちゃ難易度上がってそうじゃない？なんかあれ。これがリマッピングシートって言って、はい、背面ボタンとかのパドルつける人は、はい、ここにあの配線、背面のその配線をしたりとか、あとは、うん、あの背面ボタンの設定をいつでも変えれるようができる、そういう仕組みが入っているので、ちょっと。大丈夫かな。まあまあ、やけどしないようにだけ。天才高校生プロゲーマーはいけるでしょ。いや、でも図工、俺図工のね、なんか成績良かった、コンクールみたいな、はい、図工にコンクール初めて聞いた、図工のコンクール。最初にじゃあここの左上の銀色のなんか点あるじゃないですか、はい、これです。それです、はい、これをここにちょっとつける、溶かしながらってやつだね。そうです、そうです。なんかめっちゃ難易度上がってんな。あ、もうこれついてる。ついてます。あ、ついよ。溶かせれますね。いけるか？うわ、いけるか？バイブス上がってないんじゃない？ちょっと本当に分かんないっすね。おー、これも。いいっすね、いいっすね。素晴らしい。よし、できた。それやる側がいい。くっそ漏れた。
お、行きましょう。あ、でも、あ、行けてます、ね、あとはもう竹の子みたいな、なんか竹の子生えてるな。そうそう、竹の子みたいな。ウィーヨー、いいんじゃないですか。お、いたか。おい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 ちょっとまばたきも許されないこれ。うん、このコード素直じゃない。頑張れ。全然素直だ。ものによって違うんだよ。まあね、声がするよな。さすがだな、やっぱ世界レベルになると声聞こえるんだね。線の声聞いて繋げるんだ。ちょっと機嫌悪いな。どうどうどう動物なんだっけ、どうどうって馬だっけ、馬だ、プリンスクールのあの副会長だ。ちょっとずれました。どうどうずれました。ずれました。あ、これで化け物系で、そうそうそう、手が震えるんだよ。やめてください。これで無事になんとか基板とケースが、はい、つけれました。さすがです、イチ君。何も言わなくてもできましたね。あ、もちろんスムーズに。素晴らしい。基板の声を聞けた。はい、もうこれで完成で、はい、一瞬だ。ウェイヨー、ちょっとねじ締め性格なんでやってもらおうか。敵屋さんにねじ締めやってないんだよ。そうですよね。ちょっとじゃあせっかくなんで、ハメね、ハメ。これで全員ハメだか。じゃあ、3人ともこれだ、うん、ちゃんとハメるとこ取ってください、ね。せーの。え、あ、これじゃん。あ、ハメるの下手くそっぽいね。ちょっと、ハメるの下手くそだ。ちょっとハメるの、怖い。じゃあ、あの、怖かった。半分ごとに全部、怖かった。制御したもんね。うん、おい、よいしょ。詰まってるんで。あれ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 、その場でも温めました今。何何、あ、じらしてんのか。ちょっとギュッと押す感、押すといい。アイスに。おい、よしよしよし。これで、はい、ネジも締まりました。あ、そこ後付けなんすね。あ、そうですね、ここは後付けで。あ、そうだったんだ、初めて知った。出た、カチ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 。でも使ったら世界変わるよ、カチカチボタン。で最後にその中央カバーをはめて、綺麗に、うわ、綺麗に、うわ、いい、完成です。はい、完成です。うわ、かわいい。こんな感じで、で一応最後に実際にあの、さあこれで動かなかったら誰が悪いか。お、すごい、お、ちゃんといってる。お、すげえ。大丈夫ですか。動いてます。大丈夫そうですか。背面、あ、ちょっとこのパソコンの人に重くて、あ、パソコンが、パソコンがちょっとたまに重くて、あ、でも動いてます、大丈夫です。おー、よかったよかった。後半でボタンとこんな感じですね。へえー、すごい。最後にこれ、はい、あのサインを、みんなのサインをちょっと書いてもらって、はい、これをちょっとプレゼントキャンペーンにする。おっ、ちょっと僕からの勝手な提案なんですけど、3人がはめたやつをね、はめたやつね、しっかりプレゼント。じゃあ、ハンダでサインします。ベッタベタに。横毛黒髪。どんなんやったっけ。いいよ、住所でも。オッケーオッケー。東京都。あそこ〇〇じゃない。いや。これカットね。おー、なんかいいな。いいなんかいいな。ありがとうございます。レン。レン。はい、真ん中。CO。まあ、よく、この、4、5、6は潰さない方がいい。いや、いいんじゃない、もう潰して。それ、いいでしょ、なんでも。上書きにします。うわ、珍しい。レアサインだ。たまに出るレアサイン。このペラペラの、出た、サインを。ニョキを。あ、でもいいな、焼き芋。ここ、ポロがいい。メシコさんのサインね。マシコさんのサイン。えぐい、これ。今のえぐい。誰でも書けるじゃん。はい、真似し放題です、これ。すごいな、これ。はい、ということで、じゃあ僕、裏に書いて、プレゼントと。はい。ありがとうございます。以上、メンバ
以上、ボイドゲーミングコントローラー工場からでした。さよなら。ありがとう。